ボン・スコット、ロナルド・ベルフォード・ボーン・スコット、ロナルド・ベルフォード・ボン・スコット、1946年7月9日から1980年2月19日は、オーストラリア人、ロック・ミュージシャン。1974年から1980年に死去するまで、オーストラリアのハード・ロック・バンド AC、d c のリードシンガー、作詞者として知られた。スコットランドの出身で、 1952年、6歳の時に家族と共に、オーストラリアのメルボルン近郊に移住した。スコットは、1964年に、最初のバンドであるを結成し、ドラマーを務めながら、時々リードボーカルも担当していた。その後、や、フラタニティなどいくつかのバンドを渡り歩き、1974年に、デイブ・エヴァンスに代わって、AC、DC のリードシンガーになった。 ACDC の人気は1970年代を通して、まずオーストラリアでやがて世界的に拡大し続けた。1979年のアルバム、地獄のハイウェイはアメリカ合衆国でトップ22上昇し、バンドは商業的に大成功を収めようとしていた。ところが1980年2月19日、スコットは ロンドンで一晩大酒を飲んだ後に休止してしまった。AC、DC は一時は解散も考えたが、ほどなくして、イギリスのグラムロックバンドのボーカルだったブライアン・ジョンソンを公認に据えた。スコットの死後わずか5ヶ月後に追悼版として発表された次のアルバム、バック・イン・ブラックは、マイケル・ジャクソンのスリラー、ピンク、フロイドの狂気についでとなった。九首の選ぶ。 歴史上最も偉大な百人のシンガーにおいて第四十三位。ロナルド・ベルフォード・スコットは1946年7月9日にスコットランドのファイフ・ジェイミソン参委員で父・チャールズと母・イザベラのスコット家に生まれで育った。1949年には弟・デレクが生まれている。スコット家は年にスコットランドからオーストラリアへ移住し、 当初はメルボルン郊外のビクトリア州に今日構えた。サンシャイン小学校、サンシャインプライマリースクールでスコットはニックネームボンを付けられた。すでにクラスにロナルドという名のクラスメートがいたので、ボニー・スコットランド、ボニースコットランドイコール美しきスコットランドから来たばかりのスコットはボンと名付けられ、それが定着したのである。年にはもう一人の弟、 グレームが生まれた。1956年、スコット一家は西オーストラリア州フリーマントルへ移り住み、スコットは当地で地元のバグパイプバンドに参加し、ドラムを学んだ。スコットは15歳で学校からドロップアウトし、警察への嘘の名と住所の告知、合法的な拘束からの逃亡、非合法の性行為、12ガロンのガソリンの窃盗などに関連して、 フリーマントル刑務所の鑑別センターに短期間送られ、9ヶ月間をリバーバンク少年院で過ごした。スコットはオーストラリア陸軍に志願したが、社会的不適合と判定されて拒絶された。郵便配達、バーテンダー、トラックニズミなどの仕事を経て、スコットは最初のバンドであるを1964年に結成し、ドラマーをしながら時々リードシンガーも担当していた。 二年後、スペクターズはザ・ウィンストンズという地元の別のバンドと合体し、となり、スコットワと共に二人いるリードシンガーの一人となった。バレンタインズは、のジョージ・ヤング、AC、DC のヤング兄弟の2位が書いた曲を何曲かレコーディングし、そのうちの一曲、Everyday, I Have Two Cry は、地元でトップ5にまで上昇した。1970年、シングル、ジュリエットが、 オーストラリアのアリアチャートで全国トップ30に入った後、バレンタインズは音楽性の違いから解散したが、その背景には薬物スキャンダルが大々的に報じられたことがあった。1970年、スコットは南オーストラリア州アデレードに移り、プログレッシブロックのバンド、フラタニティに参加した。フラタニティはアルバムとをリリースし、1971年には、 イギリスツアーを行った。このツアーでは、ステータスクオーヤの前座を務めたが、当時ジョーディーのフロントマンだったブライアン・ジョンソンは、スコットの死後 AC、DC のリードシンガーとなっている。1973年、再度のイギリスツアーからオーストラリアへ帰国した、フラタニティは、バンドに亀裂が生じた。当時、スコットは、先に、フラタニティを辞めたメンバーたちと、 マウンド・トゥ・ラフティ・レンジャーズというバンドを組んで訴え始めていた。このバンドのリハーサルの後に、スコットはバイク事故で重傷を負い、バンドから離れざるを得なくなった。フラタニティは、その後メンバーを再編し、スコットに代わってが参加した。1974年、スコットはドライバー検察用係としてアデレードで働いていた時、ツアーでやってきた。 アンガス・ヤングとマルコム・ヤングの兄弟ら ACDC のメンバーに出会った。当時 ACDC のリードシンガーはデイブ・エヴァンスだったが、ヤング兄弟はエバンスをのようなグラムロックだと感じており、自分たちのバンドのフロントマンにはふさわしくないと得るようになっていた。一方、スコットは ACDC の機材車のドライバーとして雇われて働き始め、ことあるごとに、 バンドでドラマーがしたいと表明していたが、バンドはドラマーではなく、シンガーが欲しいのだとスコットに言い続けていた。そうした折、ツアー中の圧力が高じてエヴァンスは、マネージャーと殴り合う事態に至り、バンドからの離脱が避けられなくなってしまった。1974年9月、ボン・スコットはデイブ・エヴァンスに代わって AC、DC のリードシンガーとなった。当時のドラマーは、ピーター・クラック。 ベーシストはロブ・ベイリーだったが、この二人を事実上外す形で、ヤング兄弟をリードギターとリズムギターに置き、セッションミュージシャンとしてトニー・カレンティがドラムを主に担当し、ジョージ・ヤングが臨時のベースという編成で、AC、DC は最初の LP、ハイボルテージをレコーディングし、1975年2月にオーストラリアでリリースした。その後、 クラックとベイリーは1975年1月に正式に解雇され ACDC はドラムにフィルラットベースにマーク・エヴァンスを正式に雇い2枚目のアルバムをレコーディングして1975年12月にオーストラリアでリリースしたオーストラリア国外で最初に流通した ACDC のアルバムはこの2枚のアルバムから集めた曲の編集版でやはり ハイボルテージというタイトルが付けられ、1976年5月にリリースされた。1976年には、スタジオ録音アルバム、悪事と地獄も、まず、オーストラリアだけでリリースされ、オーストラリア国外では、英国版が1976年12月、米国版は1981年3月に、それぞれ異なる曲構成でリリースされた。 ACDC は1977年のアルバムロック魂と1978年のパワーエイジでさらに成功を収めた。パワーエイジはマーク・エヴァンスに変わったベースのクリフ・ウィリアムズデビュー作となりよりハードなリーフでロック魂で打ち立てられた路線を推し進めるものだった。このアルバムはとジョージ・ヤングのプロデュースで ボンスコットがボーカルを取った際の作品であり、AC、DC のアルバムとしては、最も不当に低く評価されているものだと言われている。パワーエイジから出た、唯一のシングル版、地獄のロックンロールは、それまでで、最高のチャートでの動きを見せて24位まで上昇した。パワーエイジツアーで回った、スコットランド・グラスゴーノにおける演奏は録音され、ライブ版、ギター殺人事件、となった。 ACDC の6枚目のアルバム、地獄のハイウェイは、のプロデュースで1979年にリリースされた。このアルバムは AC、ACDC にとって、米国でトップ100に入った最初のアルバムであり、最終的には17位にまで上り詰め、バンドをトップランクのハードロックアクトにまで押し上げることになった。1980年2月19日、 33歳だったボン・スコットは、ロンドンの、現在の、の場所にあったミュージックマシーンというクラブで深酒をした、あと、意識を失った。スコットは、サウスロンドンのにある、オーバーヒルロード67番地で、アリステア・アキニアという知人が所有する車の中に、寝かされたまま放置された。翌日午後、キニアはスコットが正気を失っているのを発見し、当局に通報した。 スコットはのに急走されたが、病院到着の時点で死亡が確認された。オートブツの誤演が死因であり、公式書類に記載された死因は、急性アルコール中毒、偶発事故死となっていた。スコットは火葬され、遺体は家族によって、フリーマントルに埋葬された。スコットの死をめぐる報道には、アリステ・アキニアのナの綴り自害などを含め食い違いが多く、スコットは、 ヘロインの過剰摂取で死んだのではないか、車に排気ガスを引き込んで殺されたのではないか、そもそも気に穴ある人物は存在しないのではないか、といった陰謀論を呼ぶことになった。ちなみに、スコットは気管自然足を患っており、彼が死んだ朝の気温は、氷点下であった。オジー・オズボーンは、ドキュメンタリー、Don't Blame Me の中で、スコットは低体温症で死んだ、凍死したと述べているが、 検視官は医学的事実に基づいてそのような疑いはなかったとしている。スコットの死後 ACDC の残されたメンバーは活動の休止も考えた。しかし最終的にはスコットもバンドの継続を望んでいるだろうということになり、スコットの家族の賛同も得て ACDC はブライアン・ジョンソンを新しいボーカルとして雇うことになった。アンガス・ヤングは VH1 のインタビューでバンドの全員と個人的な交流のあったスコットの母親がバンドの継続を心から承認したこと、それがバンドの一員であった彼女の息子を思い出す正しい方法だと思っていたことを語っている。スコットの死の5ヶ月後、ACDC はバックインブラックを追悼版として録音し、地獄の鐘の音とバックインブラックの2曲が スコットの思い出に捧げられた。フランスのロックバンドは1980年にスコットに捧げた曲トンデニアクティをヒットさせた。オジー・オズボーンはオスコットに捧げた。この曲は自殺に関するサブリミナルメッセージが埋め込まれているとも言われたが、オジーはただスコットを追悼する曲であると述べている。スコットの異界はに葬られたが、その墓は 文化的なランドマークとなっている。スコットの死から28年以上を経ては、スコットの墓を文化遺産として認定し、リストに載せたことを公表した。スコットの墓は、オーストラリアで一番訪問者の多い墓であると、報じられた。2006年2月9日には、母姫版が盗まれるという事件が起きている。1997年11月18日、AC DC はスコットへの追悼として、ボックスセット、ボンファイアーをリリースした。このセットには、バックインブラックのリマスター版、別テイク、アウトテイク、未発表ライブなど、レアリティーズを集めた2枚のライブアルバムとの合わせて4枚のアルバムが収められた。は、1977年12月7日に、ニューヨークのアトランティックスタジオで録音された。は、 1979年12月9日にパリノで録音されたであり映画のサウンドトラックでもある ACDC は2003年にロックの殿堂入りを果たしたこの受賞式の壇上にはバンドのメンバーと共にスコットの家族が出席しスコットに代わってこの栄誉を受けた2003年にはローリングストーン氏の選んだの199位に ボンスコットが参加した AC、DC の最後のアルバムである1979年の地獄のハイウェイがランクされた。2004年にはローリングストーン氏の選んだ史上最も偉大な歌500の254位にボンスコットがヤング兄弟と共作した地獄のハイウェイがランクされた。イギリスの雑誌2004年7月号の最も偉大なフロントマン100で スコットはフレディ・マーキュリーやロバート・プラントを抑え第1位にリストされた。2006年5月6日、スコットランドのの町はスコットを記念したケースネスイ氏の石板の除幕式を行った。この式ではスコットの長年の友人でありのメンバーとして同僚であったのメッセージが読み上げられた。2008年2月24日、ボン・スコットの銅像が 西オーストラリア州バースで公開された。この像はマーシャルのアンプの上に登ったスコットの姿を映したもので同年10月に,に設置された。2008年12月4日、ボンスコットに関する映画が進行中であるとネット上のニュースサイト undercover.com で報じられた。ACDC の代理人は レコード会社のウェブサイトでこの報道を認めた。この報道を受けて、スコットの一人息子だと自称しているメルボルン在住の男性は演技経験が全くないにもかかわらず、父の役は自分が演じたいと表明した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。